こんにちはススタイリストのおやむしゅんです今回の動画では先日発表になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインですねこちらをですねスタイリストの目線で解説をしてみたいなというふうに思っていますまあですねこのユニクロとのコラボレーションラインって、まあ、今たくさんありまして例えば代表的なところで言うと先日もアップしましたプラス J ですとかあとは定番的になってきてますユニクロ U そして今回の JW アンダーソンというわけなんですがこの3つもですね、結構特徴が大きく分かれるわけですねそして人それぞれですね、どれが好きなのかって変わってくるかなと思うんですが僕個人としてはですね、やっぱりユニクロ U が安定していてすごくですね、買いやすいですしあこれはいいなというものが見つけやすいなと思ってるんですね。 一方でプラス J に関しましてはやはり話題性はあるんですがそこまで華やかなものというよりは地味だけど結構使いやすいものがあって僕が今着てるですねこちらのスタンドカラーシャツなんかもですねそんなに最初は注目してなかったんですけども買ったらですねすごく活用する機会が多かったのですごく満足度が高いんですね。一方で JW アンンンンダーーソンとのコララボレーションラインに関しましまては 結構ですねその時々でいいなぁと思う時もあればちょっと今回は難しいかなと思う時があったりだとかそこまで安定感がですね僕の中では高くないかなというふうに思っています、まあ、JW アンダーソンというデザイナーさんもですねすごくですね著名な方で非常に評価が高いわけなんですが、まあ、今回のコレクションラインに関してですねざっくり見てみるとですね、まあ、正直ですね結構むずいなと思ったわけですね、まあ、商品をざっくりこれから見ていきたいなと思うんですが まあ、大枠で言うとシャツがあって T シャツ系があってあとはセーターですねあとはボトムスグッズという形で商品があるわけなんですがそこまで商品の量としては多くないかなと思っています中でもグッズが結構ですね JW アンダーソンって多い印象があるんですね今回は帽子だとかあとはトートバッグだとか靴下この辺りがラインナップされてるんですが やっぱりですね難しいなと思うわけですね、まあ、デザイン的にはですね少し特徴があるんですけども JW アンダーソンって僕の中ではデザイン自体はある程度ベーシックなんですけどもその中にちょっと癖を入れたいだとか ポップなな要素ががですね、散りばめられてていいるのが特徴かなと思っていまは、まあ、無地のものもしっかりあるんですけどもワンポイントの柄が入っていたりだとかあとはちょっとパイピングにですね、アクセント要素があったりだとか割と柄物も多いんですねチェック柄だとかストライプ柄だとかこういったものも多いですし色合いに関してもちょっと淡い色だとか ポップなものが多かったりするので、まあ、こういった辺たりがですね僕ら大人世代にどれぐらいマッチするかというと結構難しいかなと思うところがあってうまくはまればいいんですけども、まあ、失敗するとちょっと子供っぽく見えたりだとか大人の男性が無理してる感じが出てしまうのでそこが危険なところかなというふうに思っています。 まあざっくりお伝えするとまずはグッズというところでこれが欲しいというのは特になかったですね、まあ、これはちょっとパスした方がいいのかなというものが比較的多かったかなと思っています、まあ、その中でも今回ですねこれはいいんじゃないかなというものは正直ですね1点だけだったかなと思うんですねそれを皆さんにお伝えしたいなと思うんですがツイールワークシャツ長袖、これに関しては割といいんじゃないのかなというふうに思っています。 まあこの手のアイテムって結構ですねトレンドになっていてプラス J でもやってますしあとはユニクロ U でもやっていましたねそして僕自身が今着ているこういったものもそのジャンルとしては同じかなと思うんですがいわゆるですねシャツアウター風のアイテムで通常のシャツよりはちょっと厚手になっていましてシャツだとか T シャツの上にさらりと着るとそれだけで着こなしが完成するのですごく便利なアイテムなんですね。 まあ僕自身も大好きでいろんなものを買ってきましてもちろんユニクロでも買えますしセレクトショップなんかで購入するわけなんですが、まあ、その流れの中でツイールワークシャツというものが、まあ、今回も発売されるわけでこれはですねなかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます色の展開はですね、えー、とダークグレーとブラウンとブルーという形で、まあ、3色展開になってるんですが 個人的にはですね結構ダークグレーがやっぱり使いやすいのかなというふうに思ってます今僕が着てるものもダークグレーなんですが、まあ、こういった色というのはですね着こなしの中でしっかりとですね引き締まりますしブラックよりは少し色の変化が見えるので意外と使い勝手がいいかなというふうに思っています、まあ、春夏なのでちょっと明るい色を着たいなという気持ちもあるんですけどもここは失敗がないのはダークグレーのようなシャープな色合いかなと思ってまして この色であれば、まあ、春でももちろん使えますしあとは秋口にも使えるかなと思うので、まあ、2シーズンカバーしているというところでは使い勝手がいいかなと思っています、まあ、今季、通常のユニクロでもこういったちょっとワークシャツっぽいものがありまして以前、YouTube の方でも解説をしたかなと思うんですがその際は僕はオリーブを購入したんですが、まあ、今回はですね、このダークグレーの雰囲気がいいかなと思うのとあとはですね、これは色実際見てみないとわからないんですが ちょっとベージュっぽさの感じるようなブラウンですねこれもですねなかなかいい色合いかなというふうに思ってます。 まあベージュって,色っていうのは結構難しくてその色のちょっとした違いで安っぽく見えたりカジュアルに見えたりもしくは逆にですね上品な感じだとかなんか大人っぽくてすごくいい雰囲気が漂ったりだとか本当にねちょっとの違いで差が出るのがこういったベージュだとかブラウンっていう色合いなんですね。ですので実際に見てみないとわからないところではありますがなかなかこの色合いもいいかなと思っています。 まあ、襟の感じはですねオープンカラーになっていまして特徴的なのは胸のポケットですね左右対称についているのがこれが着こなしの中でちょっとしたアクセントになるのかなと思ってますしえポケットの部分よく見ていただきたいんですがちょっとですねステッチが入ってるんですね、まあ、クラフト感のあるブランケットステッチという形でホームページには書かれているんですがこのステッチの感じが何だろうなワンポイントになってるんだけども チープな感じはしななないいいいのので割とといいんじゃないのかなと思ってます、まあ、先ほどもちょっとお伝えしましたが JW アンダーソンのデザインって結構ですねちょっとしたアクセントというものが隠されていることが多いんですけどもそれがですね良い形に転ぶかもしくはちょっと子供っぽく転ぶのか絶妙なラインなんですがこの感じだったら僕は着てもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。 あの基本的にはデザインはベーシックなので使い勝手がいいのでぜひ皆さんもこちらは一押しのアイテムとしてチェックをしていただければなと思ってます。ああとははシャツに関ししててなものがありまして プレミアムリネンオーバーバサイズシャツこれもねいい感じかなと思うんですね、まあ、リネンシャツというのはこれから春夏においてすごく重宝するアイテムかなと思うんですね、まあ、独特のシワ感がすごく軽快な感じがして好きな方もいらっしゃるかなと思うんですが個人的にはそんなに好きじゃないんですねリネンシャツちょっとシワ感というのを楽しむというのも嫌いじゃないんですが ヨレヨレっとしてしまう感じがそこまで好きではないので僕はちょっと実物を見ながらここはですね判断をしたいなと思ってますこのリネンのシャツに関しては濃い色とベージュ2色になってるんですねあとはストライプのパターンもあったりするんですが、まあ、個人的に一番気になっているのはこのネイビーですね少しですね色落ちしてないデニムのような色合いがすごく上品でこれはですねいいんじゃないのかなと思ってます一方でストライプだとかベージュは ちょっとくたびれた感じが出ちゃうのかなと思わなくもないですね、まあ、ストライプのシャツに関しては僕は前回購入しましたこのプラス J のですねスタンドカラーシャツが間違いなくおすすめなのでまあこちらのプレミアムリネンを買うのであればプラス J のシャツなかなかオンラインではちょっとですね今売ってなかったりするんですが店舗で見つけることはできるかなと思うのでそちらを激推ししたいなというふうに思っています。 あとはシャンブレーワークシャツだとかチェックシャツだとかこのあたりもね結構失敗するとなんかこうおじさんっぽくなりそうだなという予感がしてます半袖というだけで結構ハードルが高くておじさんっぽく見えやすいんですねこのね二の腕が見えるかどうかって僕ら世代には結構大事で二の腕のねタプタプ感が見えるというのはあんまりかっこよくないので僕はちょっとあんまり半袖はですねおすすめはしてないです 万人受けはしなないかなと思ってます、まあ、細身の方であればね全然いいかなと思いますしあとは筋肉質な方にもおすすめできるんですがシャンブレーのちょっとシワ感がある感じだとかあとはシアサッカーのシワ感だとかチェック柄だとかこれはねこうハマればいいんだけどすごく子供っぽくてこうおじさんっぽくなりやすいアイテムでもあるので僕は見送っておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思ってます続いて T シャツプロシャツジャンルなんですけども ここもままああいなと思ってますねあの例えば、クルーネック T シャツですね胸元にワンポイント入ってるんですがこれがねやっぱり子供っぽく見えちゃうかなと思いますうーんどう考えてもこれはいい形には転ばないような気がしていましてあとはですねもうちょっとプリント柄がしっかりと入っているクルーネック T シャツだとかポロシャツもこのワンポイントはねない方がいいんじゃないかなと思うんですね。 ブランドのアイコンだったりはするかなと思うんですがこれがやっぱりですねチープな感じだとか子供っぽさにつながる可能性があるので僕ら大人世代には結構難しいところかなと思ってます。でで唯一ですね ブランケッットステッチ T シャツとといいううものがまあ悪くないかなか思うんですねシンプルな無地 T シャツに対してポケットがつくことで1つアクセントとしてはすごくバランスがよくなるんですが、まあ、ポイントとしてはやっぱりですねポケットにもステッチがついてるんですけどもこの感じがどう転ぶかですね僕はさっきのワークシャツと比べるとこっちのステッチの感じは割と悪目立ちするんじゃないかなと思うんですね。例えば ネイビーに対して白のステッチというのも結構コントラストが高いので目立ちますよねこれがあんまりハマりが良くないかなと思ってましてうーん,なんかこれを買うんだったら他のユニクロ U のエアリズム T シャツとかの方がまず間違いがないかなと思うので、まあ、これは全発でもいいんじゃないのかなとちょっと感じていますそしてセーターですねセーターは一型リレンコットンクルーネックセーターという形でこれがですね まあ絶妙ななとこなんですね、まあ、半袖のこういったニット T シャツというのは結構、ですね僕は大人世代には似合いやすいかなと思ってまして通常の T シャツよりはですねちょっと大人っぽく見えるので上品な雰囲気が漂いやすいんですね。ねですので半袖のニットというのは僕はおすすめすることが多いんですけどもこれもですね仕上がりとしては良さそうに見えるんですがやっぱり一癖ありましてネックの部分を見ていただきたいんですね。 襟がですねちょっとロールするようになっていましてそこにですねちょっとしたボーダーがですね見えるようになっているんですねこれかおしゃれに見えるのかチープに見えるのかここはちょっと実物を見てみないとわからないところではあるんですが怪しいなと思ってるんですね、まあ、ここがないとちょっとシンプルなあんまり違いのないですね半袖ニットになりがちかなと思うんですが 僕はなないいいい方がが使い勝手がいいかなと思うんですね難しいですよね。というのもこういった裏地にちょっとしたチェックだとかストライプ柄があるというのはダサくなりやすい要素の一因なんですね。ですので僕はよくですね NG ファッションの例でこういったディティールに関しては説明することがあるんですが割と JW アンダーソンってこういうのやりがちなんですね。 ですがそれをですねデザイナーの視点でダサくないように良いアクセントとして使うのが上手なんですがここはどう転ぶのかがちょっと見えづらいので実物を見てみたいなと思うんですが僕の中では六四か七三の確率で買わなそうだなと思ってます、まあ、他にもですね反省のニット良いものってあると思うんですよねですのでこれを買うかどうかはちょっと迷いどころなんですが 3000円というねコストパフォーマンスの良さで買えるのは魅力かなと思うのでここは現物を見ながらレビューをしてみたいなと思ってますで、ボトムスですねボトムスも正直ですねパッと見た感じでこれ欲しいなというものがなかったんですね本当にこういうふうに言うのはですね心苦しいところではあるんですがうーん惹かれるものがなかったなというのが僕の正直な感想ですその中でも2タック血のショートパンツは わりと良さそうな感じはするんですねまあ、デザインはすごくシンプルで使いやすいのと腰回りがツータックになっているので少しゆったりめになっているというところでまあ、トレンド感も感じつつ使い勝手がいいかなというふうに思っていますアクセント要素はなるべくですね配しているのでこれは僕の中ではいいんじゃないかなと思ってます色合いに関してはもうダークグレーがやっぱり使い勝手がいいかなと思います ショートパンツというカジュアルなアイテムの中で色合いまで遊んでしまうと、どうにも僕ら世代には使い勝手が良くないので、ここはなるべくシンプルなダークグレーが使いやすいかなと思ってます。ただですね、ショートパンツっていうのはどういう場面に履くかというと、僕はもうめちゃくちゃアクティブに過ごす場合だとか、リラックスしたい場合に履くので、こういった血のショーツよりはもっと軽快なものの方が良くて、僕がよく履いているのは、 グラミチのショートパンツなんですねねあれは、ね、やっぱり素材の感じだとか動きやすさで言ったら最強なんで,すよ、ね、なのでグラミチのパンツというところと比較すると、まあ、おしゃれ感はあるかなと思うんですが使い勝手としてはちょっと劣るかなと思ってますただこのパンツに関しては、まあ、グラミチ以外の選択肢の一つとしては僕は持っておくのもいいかなと思っているので今説明しながら買ってみるのもいいかなというふうに思ってます うん、これはちょっと皆さんにもチェックしていいたただきたいですねあとはワイドフィットストレートジーンズだとかこの辺りもですねちょっと使いづらいかななんか色合いがちょっとブルーの感じがしっくりこなかったりだとかベージュかなベージュの感じもなんかこう明るい感じでちょっとこうぼやっとしちゃうかなと思ってまして、うん、欲しいものがないですね。 イージードローストーリングパンツっていうのも、まあ、ちょっとこのデニムっぽい風合いがいいのかなと思ったりしますねあとはまあこのタックの入り方もいいなと思うのでこのネイビー色はあってもいいかもしれないですがなんかめちゃくちゃ心惹かれるという感じではないかなというのが正直な感想かなというふうに思ってます。ということで全体像を見てみたんですがまあ一押しはツイールワークシャツ。 そしてその次2番手が2ク口のショートパンツですかねそして、まあ、プレミアムリネンオーバーサイズシャツのネイビーかなこのあたりさえチェックすれば十分かなと思ってます、まあ、最近はこういったデザイナーズラインもいろんなものが出てきていまして皆さんもですね情報的にはたくさんあふれかえっているのでちょっとですねお腹いっぱいな感じがするかなと思ってるんですね 僕自身もそれは感じていていろんなものを見ながらもう服はある程度揃ってるなというところもあってここは冷静に本当に全体を見ながら12点だけでも買い足せば僕は十分なのかなと思ってます。 本当に何も買わなくてもいいぐらいなのかなと思うんですがその中でもツイルワークシャツぐらいはですねチェックしておけばまず間違いがないかなと思ってます。まあ、前回のプラス J のようにすごい人気ですぐに完売するというものではないかなと思うのでちょっと気づいた時に店舗に訪れてみてチェックをしてみるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんには冷静にお買い物をしていただきたいなというふうに思ってます。 はいといととうことでちょっと今回は辛口になってしまってユニクロさんには大変申し訳ないんですが、まあ、あくまで第三者の視点で正直な意見をお伝えさせていただきましたとはいつもこの価格帯でこの品質のものが手に入るというのはやっぱり驚きでもあるし毎シーズンですね素晴らしい企業努力が伝わってくるなと思ってます。 でですので皆さんもですねこういった情報を見ながら頭の片隅に置きつつですねぜひこういったデザイナーズコラボも楽しんでいただければなという,ふうに思っています。またですね実物を見て購入したものがあったら改めて動画にしたいなと思うのでそちらもぜひ楽しみにしていただければなという,ふうに思っています。 まあこちらのチャンネルではこれからもですね大人の男性に向けてなるべくベーシックで使いやすいアイテムですとかコーディネートについて解説をしたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします 大山旬のメンバーシップチャンネル。